たかと言いますと、はい、なんと今回ピザクックと大国政府観光庁監修のコラボ企画、じゃんじゃん、ピザクックさん、はい、こちらで私たちがあのサイドメニューを本格的に開発会議に参加できるということで、はい、私たちも本当に本場のタイの味を感じた身としてしっかりご意見して皆さんのところにお届けできるようにしっかりやっていきたいと思います。はい、じゃあこのタイの時に買った服を着ていきたいと思います。ゴーピザクックさんの本社にやってきました。ね、今日はあまり人がいないみたいですけどこんにちは。こんにちは。おー、すごい声のいい声ですね。ありがとうございます。こちらでね、いつもあのお仕事をされてるみたいで、私たちも今日はここに潜入してガチの会議をしていきたいと思います。はい、ピザクック×タイ国政府観光庁監修コラボ企画。今回も私たちが主導権を握っているということで、あのピザクックさんとタイ国政府観光庁監修のサイドメニューを、はい、あの決めるというコーナーでございます。私たちも本場の味をちょっと感じてきたので、もう本当に思った意見をファーストリアクションを多分一番桜がしてくれると思うので、私そうです、いいですか、本気を本当に思った、そう、みんなで一緒に考えていきたいなと思います。はい、はい、それでは一品目の商品お願いします。こちらは、まあ、見た目は一見ね、もうこう揚げ物って感じはあるんですけど、はい、でこれが何を揚げてるのかっていう、チーズとか入ってそうですけどね、見た目ちょっと匂い嗅いでみましょう。あ、チーズっぽい、ああ、うん、でチーズボールかなと思ったけど、なんか奥になんか日本じゃない、なんか粉かかってない、パウダーみたいな、これ何の粉なのか、うん、ちょっと辛いんじゃないですか。どれからいこう、じゃあこれにします。じゃあいただきます。めっちゃ好き、これにしよう。早い早い早い、これやっぱチーズです。あ、チーズなんだ、うん、あの結構こう多分こうやって引っ張ると、うん、絶対ちょ、ゆうみさんがチェックしてみてください、こういうやつ、うん、ちょっと伸びるかもしれません。めっちゃ好きこれ、おいしい、ね、伸ばしてください。あ、本当だ、ほらほら、ほら、うん、チーズ、うん、多分さくらの予想を、あの伸びるチーズみたいなやつに揚げられてます、ね、これ、あのチーズハットグの、そう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 、わ、これ売れるわ絶対、ほら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 、映えやん、もうこれもこんなちっちゃいのに中からすごい、うん、え、外のパウダーがまたアクセントになってますよね、うん、なんかただ甘い、そのチーズの甘みだけじゃなくて、その粉、何の粉なのよ、うん、それがいい感じになってる、美味しい、うーん、こんだけ舐めたけど全然わかんない、何やろ、ちょっと甘い、でもこの多分粉が甘くない、タイっぽい感じを出してると思います、うん、タイのちょっとエスニックっぽい、うん、スパイシーみたいな、えっ、パッタイ、パッタイ、パッタイ、え、そら、うちら食べてなくない、でもこれ、うん、あ、粉がパウダーってことか、そうそうそう、それ、え、え、ちょっと待って、パッタイと思って食べてみよう、一回、あ、パッタイかも、そんなことない、わからん、なんかパッタイの味、パッタイの味気持ち次第パッタイ、うん、じゃあ普通にモッツァレラのチーズの揚げ物にパッタイの粉をかけたってこと、そうじゃないですか、あのふりかけみたいな感じで、合う合う合う、うん、いい、おいしい、うん、でもパッタイっぽくはないか、あ、でもこれがメインやったとしたらちょっとパッタイかもしれない、タイ国政府のメニューじゃなくてピザクックとタイの味っていうのでコラボさせると確かにこういう商品になるのかもしれないね、うん、それでは2品目お願いします。結構ちょっと癖あるんじゃないですか、なるほど、いなか、先ほどのパウダー的なのかかってないので、うん、一番ノーマルなお金送りますね、これ、
かさっき匂いが結構タイっていうかタイっぽいけど食べてみると別にタイっぽくない感じ。なるほどね。なんかさっきよりパンチはない感じするけど、うん、でも食べやすさはある、うん、そう食べやすさはあるし、うん、最後の方に味がちょっと濃くなるって感じな感じ、風味っていうか、うんうん、タイっぽい。魚の醤油だ。魚の醤油か、うん、ちょっとなんかそんな感じの匂いはするかも、うん、匂いはする、めちゃくちゃ、うん、匂いはするけど食べてみると普通に美味しい、うんうん、なんか醤油っぽい味がするけど、うん、これは何でしょうか。ナンプラー。ナンプラー。ナンプラー。じゃあさっき千秋さんが言っとった魚の切り身、切り身、切り身の味。魚の醤油、魚のエキスが入った醤油からですか。ちょっと何、日本人の馴染みのない香りもするけん、こっちの方がこうタイとコラボしたのかなってのは分かる、うん、けど先ほどのパッタイのパウダーの方が日本人が馴染める匂いやし、うんうんうん、味もなんかこう馴染めるなって思ったけど、どっちを押すかじゃない。タイとコラボしてるんだ、押すか、うん、かっていうのが何か気になるかな。でもあれじゃないですか、だんだんタイっぽくなってきておけ、次の商品、うん、まだまだ多分そうね、あります。それでは3品目お願いします。何これ、無理やり感ある。かけなんかたこ焼きみたいになって。何これ。ちょっと待って。トラ先生の香り。これ、ね、こう乗ってるやん。お。え？奥の方ちゃんと感じてください。パクチー。これ。パクチーは俺。色的にそうや。確かにそうや。パクチーやパクチーゴール食べてみてください。ね、パクチー。ちょっと待って、結構これ食べるぞ、怖い。パクチー好きな人の気持ちでいただきます。いただきます。いただきます。やっぱなんか苦味、あーでも後からしっかりきますね。パクチーとこのチーズボールが果たして合うかって言われると、うん、まあ合わんかもしれない。これ何ですか。やっぱり ねパクチーね、本当にと思ったもん。でもパクチー好きな人はこう求めん気がするけどな。無理やりじゃなくていいかも。でもむしろその周りの生地にパクチーが練り込まれとるとか、そっち系の方が良さそうだね、ソース。あ、そうね、これちょっと本当に無理にねかけちゃった感あるから。ちょっと見た目がね、うん、見た目もね、お届けした時どうなるって、あ、別々に持ってくればいいか。あのこうお届けした時どうなる。あ、ディップね。あ、ディップね。あ、ディップっていうのはちょっと面白いかもしれない、うん、次行きましょう。4品目お願いします。香り、香り、あー、もう香りがくるくる、うらこれタイに感じた匂いや。タイだ。これも完全に。せーの。あがパク。本場の味と。なんかちょっと癖の強いスパイシーパウダーって感じじゃない？言うほどの癖もないけど、なんか日本では感じられないそのパウダー的な。こちらは何でしょうか。ハーブが強めの、うん、まあ、ガパオ自体がハーブではあるけど、ラッキョックさんのスパイシーガパオがあるやん、うん、それもガパオやけん、そのシリーズ化としてこのサイドメニューを入れるんだったら、やっぱガパオの方が浸透しとるし、ピザクックの食べてる皆さんも、でそのパンもいるわけじゃないですか。それを頼む、それしか頼まんみたいな人も多分おるから、メニューにもこうやっていっぱいずっと入っとるし、って考えたらガパオなのかな。あの風味はずっと口の中で残るなっていうのはあります。そのなんかあ、タイだっていうのが食べ終わってもちょっと口の中で感じ、今4個ぐらい食べたんですけど、めっちゃ食べれるのちょっとサクサク、うん、なんかそれを感じられる
ていう感じはします。なんかどっちかっていうと多分そのパッタイの方はちょっとお菓子感覚で食べる感じのイメージ、うん、まあパッタイはちょっとパンチがないなっていう感じはあった、うん、こっちはなんかそのタイっぽさはある、うん、その風味とかで感じるし、確かに確かに。パクチーはもうやめた方がいい、うん、パクチーはもう絶対合わんかったけん、うん、で醤油のナンプラーはナンプラーはちょっといいな、うん、と 塩加減が強すぎる、うん、なんか汗かいた時食べたいかな、あーいいのチャージで、うん、夏に出すのいいね、うん、頭まないか熱中症として、うん、いやパッタイとガパオやね、パッタイも美味しかったけど、うん、やっぱガパオの方が、うん、やっぱ風味は本当に残ります、本当に、うん、口の中でずっとタイを感じられます、多分次の日までぐらいまで長く、うん、ちょっとずつ感じられるのでね、今タイどうしても行きたい方も行けないじゃないですか、けどこれ食べれば口の中から感じれるから、これがいいですかね、お家でタイランドできます、うんうん、お、うん、来ました、うんうん、ってことは私たちが選んだのはこちら、ガパオチーズフライ。香りをどうぞ。まあ商品決まったんですけど、はい、気になる価格がね、うん、うちらでこれも決めていいってことだったんで、うん、どうしよう。じゃあ高い300円にしよう。ああ。頼むってなるとやっぱ200円ぐらい。うん、どうしようか、300円だったら多分頼まない人もおると思う、でも屋台だったら300円です、まあ、屋台やったら、うん、でしょ、うん、本当に身近でお手頃にすぐ買ってるのって、うん、自販機のジュースだと思うんですけど150円なのじゃない、安くない、安、いや、でもだってピザクックのドリンクのペットボトル150円えけん、お水とこれで300円ぐらいの感じ、安くない、大丈夫、でもうちらで決めていいって言ってたし、150円ならガパオでもちょっと失敗してもいいかなあれそうなんですか、でも分かりますけど、安かったりとかしてその初めて挑戦するとき、例えばこうなかなかない新商品とかあったりしたら安かったら別に失敗しても別に、あ、まあ、まあいいかっていう感じにはなる、なるよね、なる、でもそれが全部食べちゃったぐらい美味しいっていう、そうね、でまた2回目頼むときに頼むし、口コミとかで広がりますし、ね、ではいいならね、はい、この動画を見た方こちら150円です、皆さんぜひ食べてくださいね、ご注文お待ちしてます。